皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。香川亮の今を生きる、第3部、今日はフリーディスカッションでした。そうです。はい、すいません。そうですね。詰まりますね。はい。はい、じゃあ司会を。本日の司会は私、はい、森川愛が担当いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ゲストに東大輔さんでーす。そしてメイン MC が、はい、香川さんでーす。ただし今回は司会を森川さんにお願いします。あ、そうですね。はい、はい、じゃあ今回、はい、どうぞ。テーマとしては、初回からねずっと、はい、テーマにされている、はい、障害というものについてが、大きな大きくのテーマになっていると思うんですけども、はいはいはい、そこら辺の、障害について、おのおのでですね、思っていること、そして考えていることで、こうどういう世の中にしていくのが理想的なのか、はい、っていうような、ご自身の経験なども含めてですね、本日ディスカッションをしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあまず僕から、僕が基本考えていることは、その障害者という枠をね、本当はなくしたいんですよ。もう障害者も障害者じゃないもない、普通の人、ただの人でいたいですよね、はい、そうですね、そこから切り口お願いしてればと思ってるんですけど、ね、はい、そうですね。東さんは、ご自身が、障害であるっていうご認識っていうのは何歳頃に持たれたんでしたっけ？僕は障害、発達障害 ADHD と診断を受けたのは27歳、今から約 3,4 年前ぐらいです。障害、発達障害だという認定を、もらう前ともらった後で何か変わりました？僕は、今までの失敗とか人を傷つけ、自分が傷ついたとかの、無理やり原因が欲しかったので、その ADHD って分かったと、これが原因かと、ただ原因だけど、これを生かして今は生きていきたいなっていうのはあります。そうですね。はい、香川さんいかがですか？僕はね、やっぱりもう大学卒業してすぐ精神病院入っちゃったのでね、もう本当は今の現実がない方がいいなと思ってたんですけども、退院してからだんだんとこの逆にね、自分のこの精神病という経歴はやっぱりカミングアウトして、その自分たち その生きやすい生活の場を作りたいなというふうに思って、やっぱりこういう放送なんかもやってるわけですね。そういうことなんですね。はい、ちなみに香川さんが、精神病としてご入院されていた期間というのはどれぐらいだったんですか？大学、卒業試験を受けて、はい、卒業資金には出なかったんですよ。そこから3年間ですね、大体3年間、はい、その3年後に、何かきっかけがあって回復されていったっていうようなことはありますか？つまり精神病っていうのは回復じゃないんですよね。少なくとも僕リハビリに30年かかってるんで、つまり退院してするのは3年ぐらいで退院できたんですけど、その後、あなたは、完全に治りました、完全寛解しましたっていうまでに30年かかってる。その30年の間というのは、ご自身がこう、なんでしょう、普通の生活ができないっていうような自覚なんかはあったんですか？普通の生活ができないというよりも、普通の生活をしようと訓練する時間なんですね。つまり本当に体とかそういうのは普通の生活なんですよ。つまり朝、会社に行って、夜、早い時間ですけど、ね、10時とかそのぐらいに寝て、朝6時ぐらいに起きてまた会社に行って、じゃあそういうこう社会的なこうきちんとした、サイクルを作ってリハビリをするっていうようなもの、そうですね、はい、そういう期間なんですね。つまりそのね、ストレスによってそのまた病院に戻ってしまったり、それからそのなんていうかな、また家に引きこもっちゃったり、仕事やんないでねっていうふうになるのが大体普通のパターンなんですけども。香川さん、なんでこんなに元気になられたんですか？それはお医者さんが良かったのと、
元気、うん、親のケアが良かったのと、うん、から宗教だったのと、うん、やっぱりそういうことですかね。あ、はい、宗教活動もされてたんですか。活動ではないです。活動じゃない、まあ、宗教から教えられるものがあったっていう。そうですね、まあ、哲学的な感じの考え方ですね。うん、そういうことなんですね、はい、私宗教とは全く関係がないんですけど、うん、まあ、魂のメッセージが受け取れるものですから、うん、あのそれって宇宙の真理みたいなものを言ってるんですよ。そうです、それのことです。で、その宇宙の真理をもとにして、あのそれぞれの宗派で教えがあるのが宗教なんでね。そうです、そうです。ただね、各宗教ってあれなんですよね、あの言ってこ、その大元の根源で言ってる人としての生き方の指針、そうこうあるべきですよ、はい、人っていうのはみたいな教えはね同じなんですよね。森川教だってことですよ、ね。あ、まあうん、まあ私がそこなのか分かりません。私はあの受け取って伝達するだけの人。いや、だから少なくとも自分には森川教なわけでしょ。教と言ったらおかしいかもしれない。まあ、僕は浄土真宗で、浄土真宗ですけども、ああ私は、うん、あのフリーシンカーです。あのだから何もないけど、いつ日本人ですね、うん、クリスマスは、クリスマスケーキを食べで節分になったら豆をまきひな祭りはひなあられを食べっていうね。年末にはね、年末にはこう、そうそう、お正月はねもちろん神社に行くみたいな、うん、いや、そ、まあそれはそうです。日本人と、なんかこういろんな、はい、まあ、文化が織り交ざった、うん、今の現代。でもそれ本当はいいんですよ。なぜかっていうと、うん、あの一つの宗教にやってると相手の宗教を認めないんで、うん、ああそうですね、うん、喧嘩が起こらない、うん、だからいろんな人のことを認められる、うん、例えばね、クルセイダー、つまり十字軍ですね、うんうん、あれは結局は相手の宗教を認めないで自分の方が正しいからって戦争が起こる、はい、そういうこと。世界各地でじゃあそう考えるといろいろ戦争は起こってますよね。 それはほとんど多分宗教の問題もありますよね、うん、ありますね、多いです。ところが日本人っていうのは多神教なんですよ、うん、そうですね。とどういうことが起きるかというと、うん、私の宗教も大事だけどあなたの宗教も認めますよっていう、それは素晴らしいですね。お互いに相入れちゃうんでですね。そう考えると日本人って素晴らしい。いやいや、特別なんですよ。だからそういう意味では海外の人からすると、うん、ちょっと不思議かもしれないですね、うん、なぜた、あのこんなにも宗教が違う人同士が一緒くたにこの小さい島国の中でその通りね、仲良く生きているのかって、まあ、仲がいいのかどうかは知りませんけど、はい、ただそれがね、だから今平和な日本があって、うん、外国から日本に移住したい人がいっぱいいるわけですよ、ね、うん、そうですね、うん、日本はそういう意味ではあの宗教で戦争を繰り広げている国の方からすると憧れの国ですね、うん、そうですね、こんなに平和で幸せな国ないですよね、はい、うん、と思いますね。だけども、うん、その日本の中で、うん、このうつ、精神病、自殺が多い、そう、はい、そう、うん、現状があると。そう、それが、はい、うん、それがだから多分今日本人が抱える大きな問題かもしれないです、うん、なんでこんなに精神的におかしくなってしまう人、うん、苦しい思いをする人が多いのか、うん、で発達障害の人も多分漏れなくそうだと思いますね。あの発達障害の二次障害で鬱になったり引きこもったり、うん、あのお酒がやめられない、タバコがやめられない、ギャンブルに依存してしまうとか、あと、なんか性的な依存とかも、あと、なんだろう、ちょっと暴力的な、なんかこう、共依存的なものとか、あの虐待の連鎖とか、そういうのもあの発達障害の二次障害に起因してるんじゃないかと言われています。それだけその、だから社会生活が難しくなった時に、あのそれが、そのなんか社会生活ができないことで、うん、さらに追い込みをかけるように落ち込んでいってしまう、うん、まあだからそこの逃げ道が精神病院なんですよね。そう、そういうことですよね、はいはい、そうなる前に何が必要なんでしょうね。私たちあのだって社会生活ってあの何をもってして社会生活っていうんですか。ただ仕事をねそれなりにしてあの衣食住があって、うんうん、生きているだけ、うん、これって社会生活を行っているじゃないですか、うん、でもあのね、うんうん、僕がね精神病院に入ってる時に、お医者さんに聞いたんです、はい、少なくとも僕異常だったんで、うん、異常ですかって聞いたんです、うんうん、精神異常ですか、うんうん、それで、答えが返ってきたんですけども、はい、まあ一般的な話で言うんですけども今ね世の中に病院の中じゃなくて外にいる人も異常な人はたくさんいますと、うん、だけど例えば異常な欲求とか行動とかねそういうのもあるけれどもその人たちはあの社会生活をしている限り異常ではないと、
つまり異常な行動したり異常な発想とかそういうもので病院に入ってる人たち、社会に迷惑をかけて社会にいられない人たちは異常であるけれども、社会に適合して適合能力があって、それで例えばそのそういう欲求もあるテリトリーの中で解消してしまって、その社会に影響を及ぼさなければその人たちは異常ではないと言われたんですね。つまりそのまあ暴力的なこと、性的なことでもそのテリトリーの中で合法的に解決してしまえば社会に影響はないわけですから、そういう意味では社会的な、合理的なあの解消法を使って、適応してるわけです。それは適応なんで、社会的適応なんで異常ではないと言われました。僕みたいに精神病院に入っちゃうと、そういう適応ができないから入ってきたので、それは異常だと言われました。なんかその社会って日本の社会って何を受け入れて何を受け入れないのかっていうののその線引きが非常に厳しいような気がちょっとしますよね。例えばなんだろう、極端なことを言うと賃金とかも、はい、なんでしょう、きちんと働いて、はい、正社員であることがもともとはなんかきちんと社会生活ができてることみたいなのだったじゃないですか、はいはいはい、それがこうだんだん不景気になってきてとかで、今非正規雇用社員の方がすごく方が、そういう方が多いじゃないですか、でなんかそれ非正規で働く方が、いるのが今のもう社会生活の枠組みになってますけど、これもっとなんか進んでいくと、日雇いで日銭でとかっていう、そういう働き方、それもまた社会のってなるじゃないです か、 だかそこにこう自分たちが収まりたいところに選んで収まればいいんですけど、それを例えば親が許さない、その働き方を親が許さないとか、友達が許さないとか、自分の悪いとかね、世間体が悪い、そう世間体、世間体ってねよく言いますよね、昔から日本って。でそれは男らしくない、女らしくないとか、多いですね。でこうなんかこうこういうものが理想的っていう型をこう作って、そこに当てはまるのが社会生活なんだというのをなんとなくこう自分たちで枠を作っているというか、もしかしたらその枠は周りから言われているものなどではなくて自分の中の思い込みで、逆に言えばバーチャルですよ、ね、そう、はい、自分の中の思い込みでこの枠にはまらないと社会生活ができていないんじゃないかってなってだんだん落ち込んでいってしまうものが、つまり枠を決めるってことはそこで自分を規制しちゃってるわけですよね。そう、はい、そうですね。なんかそういう意味ではこうその枠をどうやって取り払うのかで、受け入れる側というか、社会、私たちももちろん社会を構成してるじゃないですか、はい、それぞれ、はい、でその受け入れる側の社会の方もどんな人でも受け入れられるような寛容さとか幅の広さとかそういうのを、作っていける方がいいような気はしますよね、はい、僕なんかはね、その社会でその生活する前に精神病院に入ってたわけですけども、その時に、よく言われたのがその、例えばホモセクシャルなんかもいるわけですよ、精神病院の中にはね、はい、で同性愛の方ですね、そうですね、はい、そういう人たちでもその別に悪いわけではないわけですよね、はい、別にそれがただ社会にちょっとって思われるだけの話で、まあ、それも結構日本独特というか、まあ、それはキリスト教の影響があるからですけど、あ、そうですね、うん、宗教的なものを国によって許す許さないあります、ね、はい、まあ、キリスト教であれば特に同性愛はダメっていうのは大体ですけど、宗教の問題ですよね、はい、ただそれは日本では昔ね、戦国時代はありだったんですよ、あ、そうですよね、はい、歴史を振り返ると、ね、森蘭丸は信長のそういう人だったし、うんうんうん、そうですそうです要するに小姓っていうのはそういう役目も負ってたんで、うんうんうん、で逆に言えばその戦国時代の武将の涼やかなたしなみとまで本には書いてあります。へえ、はい、じゃあ昔の日本の方がなんかこう堂々とこうなんかいろんなことにチャレンジしていたというか、まあチャレンジというか当たり前、まあ、うん、当たり前、そういうだから人としてそういう性的嗜好があってもそれはそうおかしくないっていう時代があったんですね。つまりそれは何を意味するかというと
あの社会が時代時代によって状況が変わればその常識も変わるってこと。うん、そうですね。歴史的な意味で。うん、その長い歴史の中で今の私たちはまあちょっと生きづらい、生きづらさを抱えている人がまあ少なからずいるっていう時代にまあ入ってきているっていうところですかね。ただその言えることはその昔の一休禅師とかそれから良寛さんとかそういう人たちはまあドロップアウトもしてましたけども、そういう常識とかそういうものから全て自由だ。それはどんな方なんですか？あの良寛さんっていう、まあ良寛さんはよくマリツキの新潟県で子供相手に朝から晩までマリツキやってた和尚さんっていう和尚さんですね、はい、言われてますけども、本当は哲学的な意味のものすごい人なんですね。その詩があるんですけども、まあ、そういう詩とかね、それは何だっけな、まあ、雪の中、雪が降ってる世界があるな、その一広の雪の中にまたそういう雪が降ってる世界があるっていうようなことで、ものすごい宇宙がバーッと広がるような詩を作ってるんですね。その指摘ですね、うん、とか、うん、それとかあと、まあ、一休禅師にしてもそうです。一休禅師なんかもそういう、もう元々天皇の、娯楽人なんですけども、まあ、それのおかげでも大坊さんになっちゃったんですけども、大坊さんなんですね。そう、うん、その方も、うん、だけどもそこでもう本当だったら、まあ、お坊さんなんでそのね住職女性と同じやってはいけないとかあるわけですよそういうものも平気で乗り越えちゃうし、はたまた同性みたいな男の人とかそういうことにもあったりするような、それで言っても破天荒ですね。まあ破天荒というよりもとらわれないみたいな、とらわれない、うん、既存の概念を覆せるタイプの人、うん、そういう人が起業家とかね、あの成功している方もたくさんいらっしゃるのではないかなという気はしますね。だからだけどもさっき言ったようにそのそういうことを自分なりに解決することをしないとやっぱりまずいわけですよね、うん、つまりそのある程度のテリトリーの中でその解決してしまって社会的な適合はしないと、うん、そうしないと僕みたいに精神に入るようになっちゃう、うん、もうもちろん法的に例えば、ね、麻薬とかそういうのはダメですよ、うん、だけどもやっぱりその要は人間ってものすごい変な欲望ってあるんですよね、うんうん、まあ、分かんないかもしれない。僕なんかはもう病院の中入ったりいろいろ考えたんですけど、そういう欲望って誰にでもあるんですよ、異常な欲望って、うん、だからその欲望を例えば見つけたりしてそれを押しつぶしたり破壊したりしようとするとますます広がってくるんですよ、膨れるの。それは分かんないかもしれないですけど、だからそれを解消するにはそらすしかない。あ、方向をちょっとずらす、そらす、はい、少し潰すんじゃなくて、はい、反らす。抑圧すると多分押し潰されてしまうし、もっとバーンと広がるんで、うん、消えない火が鎮火しないので、いや鎮火しないどころか広がるんです、うん、広がるんですよね。だから多分あのうまく逃がす、はい、そう、うん、ガス抜けする。そうですね、そうですね。そうすると、それと、うん、それとあの人間の普通の社会のストレスも同じじゃないですか。そうそう、それなんですよね。え、だから日々の生活でストレスがあるのは少しずつ逃がすっていう、それをやらないとみんなやっぱり精神的に、うん、生きづらくなっていく、うん、そういうことですね。じゃあ、今後の生き方としてはやっぱりそのうまく付き合っていく、そしてこううまくストレスを逃がしていくっていう、はい、でそのストレスの、まあ、逃がし方は人それぞれっていうことですね。ちなみに私は歌を歌うことストレス解消になってますね。ああ一緒ですね。ねえ、そう、声を出すってね結構いいんですって、はいはい、やっぱりストレス解消になりますよね。僕も歌好きですよ。でしょう。そう大事です。最近ねえ、そうね、そのうち歌っていただきたいと思います。いや森川さんいいですか、僕歌いますよ。いいです、もう時間なので。じゃあ、そういうわけでですね、そろそろお時間になってまいりました。はい、本日はですね、フリーディスカッションということで、3人で障害について、まあ、いろいろトークさせていただきました。また次回もお楽しみに。それではまたです。